パカパ。皆さんこんにちは、中田彩です。マレーシアクアラルンプールからお届けしています。今までマレーシアの美容医療について何度かまとめてきましたが、今回は私がラッシュクリニックさんで受けているトリートメントについて、その頻度や種類などをまとめてみました。マレーシアの南国生活ではメイクや服装などそういったおしゃれにはあまりこだわらなくなったんですが、その分健康的な肌作りに気を使うようになりました。海外で暮らすアラフィフの日本人の私が健康的な肌をキープするために取り入れているさまざまな美容のトリートメントについてご紹介いたします。はい、こちらがマレーシアの首都クアラルンプールの日本人が多く暮らす町モントキアラにある日本語対応クリニックザ・ラッシュクリニックです。通う方の9割が日本人というこちらのクリニック、スタッフの方々は日本人の好みを熟知していて、日本人の対応にも慣れていて、海外生活を送る日本人にはとても心強いクリニックです。院内にはこのように日本語があふれています。こちらの写真、一見素敵に撮れているんですが、見てください、ここ、この口元のたるみ、年を重ねるとここが目立ってきますよね。このように私は気になるところを伝えて、適切な必要なものをドクターに提案してもらうようにしています。今回ドクターに提案していただいて、私はヒアルロン酸とスレッドリフトを選択しました。直後の写真です。とても自然です。翌朝の写真です。少し内出血がありますが、髪型やメイクで隠せます。1ヶ月後、ビフォーアフターを比べてみました。気になっていた口横のたるみは目立たなくなっています。劇的な変化というよりはナチュラルに改善されています。フェイスラインがすっきりしました。ボトックスは4ヶ月に1回、年3回ほどドクターと相談して必要だと思ったタイミングで受けるようにしています。ボトックスは無表情になってしまうのではと不安に思う方も多いですが、必要以上に動いてシワを作っていた筋肉の動きが抑えられ、柔らかい表情になります。定期的に続けることで皮膚に深いシワが刻まれるのを予防できます。歯ぎしりや歯の食いしばりの予防をすることもできます。肌管理のいろいろ、これは月に1回その時必要だと思うものをドクターに提案してもらっています。月に一度のスキントリートメントは、その時の肌の状態を見てもらって、その時必要なものを受けるようにしています。今まで私が定期的に受けているものをずらっとご紹介します。その中でも最近とても効果を感じたのはこちら、
プリネストです。お顔全体が自然に若々しく健康的になりました。とてもお気に入りです。あとプロファイルもとても気に入りました。とにかく自己診断をせず肌の状態を見てもらうことが大事だと思っています。このように私は気になるところを伝えて、その時必要なもの、適切なものを提案してもらう形で定期的に通っています。美容は、美容に限らずですが、何事もコツコツ継続していくことが大事ではないかと思っています。また新しいトリートメントに出会ったら動画でご紹介したいと思います。これからもマレーシアの様々な景色をお届けいたしますので、皆さん楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ジュンパラッキー。